はい、いつもご視聴いただきましてありがとうございます。初心者向けクエスト攻略動画第18弾ということで、今回はボスジロシェイブ城をやっていこうかと思います。はい、前はね、このクエスト4か4の下の方にいたウィズダム城ってのをやったんですけども、まあ、そこよりもちょっと難しいボスジロになります。転送装置に関しては1回、ハンズフォークだったかな、ここで出てきた白特徴になるんですけど、ここですね。白特徴としてはまあやったことある感じですけど、まあボスジロで果たしてこれがどうなるのかという感じでやっていこうかと思います。でですね、じゃあ持ち込みをどうするかって話なんですけども、そうですね、まあ正直言うと無難にリバイブリングが欲しいです。リバイブリングが欲しいです。逆に言うと、まあリバイブリングさえあれば、まあ、まあそこまで道中が死ぬほど難しいっていうわけでもないので、リバイブリングだけは持ってきましょう。で、まあ緑で割とお決まりのセット、CN200 ポーションマックスで、ボスで欲しいのがマルチメテオ、まあ、バリアも本当はいいんですけど、まあ試しにバリアを持ってきますか。マルチメテオ、バリア、まあこんなもんかな、こんなもんですかね。あとはまあ一応マルチサンダーでも持ってきますか、囲まれた時のために。じゃあこれでいきまーす。まあこう見てもらうとわかるんですけど、ヒール200ってカード死ぬほど汎用性が高いです。まあヒールっていうカード自体がすごい汎用性が高いんですけど、マジカルポーション派閥と、これ多分ヒール派閥みたいなのが2つあるんですけど、私はヒール派閥で、安定した回復量が見込める。これにつきますね。マジカルポーションは、ポーション60にしかならない可能性がある。でも逆に言うと、上振れると、まあ、どんな城でもクリアできてしまうみたいな、そういう側面もあるんですけどね。私は安定を取りたいんで、よくヒール200を持ってったりします。おっと。でもマルチサンダー拾えたのは幸先いいですね。さてさて。まあ、ワンフロアワンフロア、丁寧に探索していきますか。ちょっとね、サーチは置いていこっかな。ポーション大きい。ちょっとこれ、ポーション60とかだったら持ってってないんですけど、80だったらさすがに持ってっていいかな。ヒールを使うにはちょっと早いですし、まあ、サーチそのまま使っちゃえばいいっていう話もあるんですけどね。めんどくさいからマジサンダー打っちゃいますか。ちょっともったいないけど。まあ、サンダーもケチケチしないで打って。ちょっとね、今、手持ちのカードが結構やたら強いこともあって、もう、なんか、使えるカードは全部使ってくっていう感じにしてます。うん、よいと。余ってますね、カードが。まあ、さすがにマルチファイヤーの方が持ってきたいかな、ポーション60よりも。ああ、こっちだったのね。はいはいはい。カードがだいぶ余ってますね。まあ、別に全てのボス城の道中が楽ってわけでもないんですけど、まあ普通の城と比べると道中は楽なことが多いですね。よいしょ。
じゃあこれはできるだけ引きつけてマッチファイヤー。わあ、マルチサンダーまた拾えた。簡単ですね。ヒールを使わなくても全然なんともなっちゃう。お、階段とお金、嬉しいですね。このキラービー軍は多分2発で倒せないはずなんで、2マメでちょっと克服して倒しちゃった。まあ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 、いいとしましょう。ダメージをね、減らすために。これはあれかな？ボス戦までに、ボス戦の直前でヒール使うのもありかもしれないですね。本当はね、道中、ちょっときつめかなーって思ったら、ヒール200使おうと思ったんですけど、最上階まで持ってった方がいいですね。ホーストの戦いで、ポーションは持ちこ、あ、ポーションじゃないよ。装備は持ちこすことはできないんですけども、ヒールは持ちこせるんですよね。これ結構ね、でかいんで。実質、要は、ヒール200を持ちこすことができれば、ポーションマックス1枚分ぐらいを余計に持ってこれた、と。まあ、実質同じようなもんなんで。でかいですよ。ああ、随分敵来るな。じゃ、一旦、逃げて、回復使って、戻ると。で、あとは、通路で、あれ、敵来ないの？あ、来るまで待とうか。もう一体確か、鼻蛇かなんかがいたと思うんですけど。もう一件あんのかな？ありますね。上がっちゃおっか。上がっちゃいましょう。もうガンガン上がっちゃいましょう。回復使ってから、マルチサンダー2枚あるんで、もうまた、ぴょんぴょん、転送装置使っちゃいましょう。あ、行き止まり。とりあえずポーション使い切って、A から行った方がいいのかな？もうここまで来ると。A に戻って、A の先を見ましょうか。どっから探索するかって結構ね、難しいんですよね、転送装置の場合って。どこがどう繋がってるのかって、正直あんまりわかんないんで。うん、まあ、これは、1対1で、敵、芝居敵とか、なんかないでしょう。挟まれたらマリさんだ。打つ感じで。ポーションもめちゃくちゃ落ちてるし、余裕がありますね。お金拾って、じゃあこのカードだけ見ておきましょう。ポーションを使って、まあ、転送装置使ってもいいけど、ここの上の部屋が気になるんで、おー。よかったっすね。お金が、こんなところに落ちてた。うわ、見えてたはずなのに。じゃあ、ポーション使って。あとは、次のフロアがボスフロアになるんで、まあ、ボスフロアへの、マチサンダーも打っちゃっていいかな。ちょっともったいないんですけど、使っちゃいましょう。ボスフロアへの階段が見つかったら、そこでリバイブリングを使って、って感じで行きましょう。なんで、よいしょ。もうロングソードは持って帰りましょうかね。回復もちょっと使って。サンダーはいらないな。
もうないのかな。エナジードレインは、まあ、ボスには効かないんですけど、まあ一応持ってきましょう。はい。ということで、ボスフロア直前まで来ましたと。じゃあ、あとは、リバイブリング、このまま行っちゃうともったいないんで、リバイブリングを出動してから、次のフロアに行きましょう。なるだけね、できるだけレベル上げた方がいいんでね。ボスフロアに行く前に。難しい城なんかは、もうね、その、ボスフロア前に出てくる敵、もう限界までレベル上げないとクリアできませんみたいなところもあります。あります。まず、うろうろして、リバイブリングを発動させます。で、使い終わったら、ヒール200を使って、エナジードレインを持って上に上がりましょうか。あと1体ですね。ここにエナジードレイン置いて、よいしょ。敵ゴンか？来た。これで、リバイブリングが発動しますと。で、最大体力の状態にして、ヒール200を使って、これで上がりますと。ボスフラに進みました。で、前も説明した通り、これは、この、敵の配置、まあ、ボスの位置だとか、この、転送装置の場所は固定です。で、しかもこのボスは、ちょっと特徴がありまして、とりあえず、殴ります。1、2、3、4、5ってやると、5ターン、まあ、実質4ターンの間、行動不能になります。この間に、ボスを、殴って殴って、しばき倒しましょう、という感じです。で、これまた、5回殴ると、また行動不能になるんで、これね、しかもね、これいいのがね、うん、これ、まあ、ピョーンって逃げればいいんですけど、この5発殴りますっていう条件が、マルチサンダーを打つことでも達成できるんですよ。だから今、マルチサンダー1発当てたんで、あと4回殴ればいいのかな ?1、2、3、4と。で、あとは4ターン殴り放題。1、2、3、4と。なんで、このタイプのボスはめちゃくちゃ楽ですが、楽ですが、おっと、ボスが敵を一気に召喚してきましたが、障害物もないんでね、意外と結構厄介だったりするんですけど、じゃあ1対1になるように敵を誘導して、こういう時にねマルチメテオがあるとね楽勝なんですよ。また敵を出してきた、丁寧に倒しましょう。ボスにねエナジードレイン打っても効かないんで、こんな感じでね、エナジードレインは、こういう雑魚に使えばいいと思います。で、ここの場合は、挟まれそう、囲まれそうになっても、この転送装置で逃げることができるんで、これで、サクサク逃げていきましょう。これ結構、プレイヤーの位置が、どうすればいいか結構わかりづらいです。雑魚敵を手をしてる間に、予兆が出てきたんで、じゃあここら辺でマルチメテオを使いますか。めちゃくちゃ敵が一掃できる上に
ボスにも大ダメージ入るんで、マルチメテはめちゃくちゃ強いです。あとは殴り倒せるかな。ヒールもいらなかったかもしれないですね。よいしょよいしょよいしょ。バリアも必要なかったですね。はい、ということでザゴでした。そして、はい、ボーナスアイテムはメテオです。いらないなぁ。お、タンロック。これ結構珍しいアイテムなんで、持って帰りましょうか。エクスプロージョン。これも結構使えるアイテムなんで、持って帰りましょうか。エナジードレインはいらないのかな。よし、こんなもんでいいかな。まあ、マルチファイヤーよりもポーション80の方が欲しいかな。はい、ということで、シェイブ城でございました。いかがでしょうか。道中がね、結構簡単だったんで、サクサクいきましたけど。意外とね、急いで攻略しようとすると、普通の城よりは結構時間かかったりするんですよね。ということで、クエスト5の城完全クリアでございます。さてさて、報酬は白コイン1000と、500アーグと、確かアクセサリーじゃなかったかな。はい、スペシャル BGM でした。ということで、ちょっと短いんですけども、シェイブ城をクリアしたんで、今日はここら辺です。ここら辺で終了とさせていただきます。で、次回は、ウォーター城。ウォーター城でございます。はい。ゲームモードを一気に解禁するには、もう、避けて通れない、結構難しい城です。その、初期状態のアイテムが結構難しい城なので、まあ、心して、挑むといいです。一応、その、初期アイテムで、まあ、取れそうなアイテムを、一応厳選して、初期アイテムで行くんであれば、どうやって行けばいいかっていうのを含めて解説したいと思いますんで、よろしくお願いします。ということで、次回の動画でまたお会いしましょう。ではまたでーす。